俺の予想では、はい、あ、これ俺の予想ですからね、あくまでも、うんうん、なんかちげだろとかそういうの受け付けてませんので僕の一意見なんでね、はい、大井久保選手の判定勝ち。おー、ね、判定なんですね。だと思いますね。なるほど。この試合はちょっとタイプが似てるんですよ、二人の、うんうんうん、なんかその寝かして削って、うん、なんかその塩漬けにするタイプ、はい、だから正直試合はそんなに面白くない感じになるかなっていう印象、この2人の試合はね。ちょっと怖いな、なんかピリピリするな。いやいやいや、あんま噛み合わないのかなみたいな、その、はい、結構削り合いになるのかなっていう印象なんですけど、うん、やっぱね、打撃で大久保選手の方が多分勝ってると思うんで、うん、だから大久保選手が打撃で優位に進めていく展開が続くと思いますね、はいはい、で大塚選手がタックル行くけどなかなか多分取れずに潰されてみたいな展開を予想しますね、うん、で判定まで行くんじゃないかっていう。あ、なるほど。ただね、その大久保選手が前回の試合で腕を骨折してるんですよね。あ、拳を。あ、なんでそこがそのどんぐらい完全に治ってるのか、うん、治ってたとしてもその練習できなかった期間って結構あると思うんだよね、うん、まあ、そこがどうなってるのかっていうね、まあ、その状態コンディションによっては大塚選手が勝つ可能性もあるのかなっていうふうには見てますね。なるほど、はい、